養成所では数百人いたんですけど、夏前で半分ぐらい辞めていきました。能力的にも大差はその段階ではないですし、僕を含めて残った人たちが何か精神的に強かったのかと言われると、僕はそんなこともないんじゃないかなと思うんですね。じゃあ僕はなぜそこで辞めなかったのかって考えた時に、辞めた人はもしかしたら自分に課してたものが大きかったんじゃないかなっていう、自分に対する期待が大きすぎたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。自分はこうでなければならないとか、そういう人が集まってる中で自分が怒られたり評価されないっていうことがすごく辛かったと思うんですね。僕はまあ現状そうかもしれないなっていう、ちょっと受け入れる